三大猛獣とも言われる、クマ、ライオン、トラ。アメリカのジョージア州、ノアの箱舟と呼ばれるアニマルシェルターで、三強猛獣とされるこの三種の動物が仲良く暮らしているというのです。その背景には、どんな出来事があったのでしょうか。アメリカグマのバルー、アフリカライオンのレオ、ベンガルトラのシェアカーン。3頭が発見されたのは2001年のことです。警察がアトランタの一軒家に覚醒剤押収のため突入した際、違法に飼われ地下に閉じ込められていたところを救出されたのです。発見された時の3頭はまだ生後2ヶ月ほど。3頭は麻薬密売人により劣悪な環境で飼育され虐待を受けていました。カーンは低体重、栄養失調。バルーは首輪がめり込み、外すための手術が必要でした。レオは小さな木箱に閉じ込められ、鼻の上に感染した傷がありました。クマのバルーの食い込んだ首輪を除去する手術の日、三頭は初めて離れ離れになる日だったのです。ライオンのレオと、トラのシェアカーンは、バルーがいないことが心配で泣いていたそうです。3頭は劣悪な環境で時を共に過ごし、生き抜いてきた固い絆で結ばれていたのです。そして、心にも体にも傷を負っていた3頭は、野生に戻れる力がありませんでした。3頭を引き離すことも考えたけれど、とっても仲が良くて、一緒にいることが心地いいようだったので、このまま一緒に育てることにしたのだそうです。三頭の関係はというと、子供の頃から一緒の三頭は、まるで兄弟のような関係です。お互いのことが大好きで、毎日を一緒に過ごします。そして、この関係は、大人になってからも変わることはありませんでした。一見すると激しい喧嘩を起こしてしまいそうな組み合わせですが、三頭の日常の風景はとってもほのぼの。虎のシェアカーンは三頭一緒に過ごす時間が大好き。とても面倒見が良くて、よく二頭にスリスリしているそうです。スリスリされたバルーもお返しにスリスリ。一方、ライオンのレオはお昼寝が大好き。お気に入りのシェアハウスの軒先のスペースで気ままにお昼寝。のんびり屋さんのように感じますが、実は3頭の中で一番好奇心旺盛で、新しいおもちゃにはレオが真っ先に食いつくのだとか。レオにはたてがみがないのでメスに見えますが、実はオスです。幼い頃に去勢された影響で、たてがみが生えてこないのだそうです。BLT トリオという愛称で親しまれている3頭。本当なら野生に返すのが一番なのかもしれませんが、離れられない絆を持つこの3頭にとっては、ここ、ノアの箱舟で、温かいスタッフに見守られながら保護されて生きていくのがベストなのかもしれませんね。虐待を受けて辛い環境で共に育ったクマ、ライオン、トラの間には種族を超えた固い絆があったんだね。いつも仲良しの三兄弟。残念ながらその後レオは亡くなってしまったんだけど、シェアカーンとバルーはレオの死を静かに受け入れていたみたいだよ。ご視聴いただきありがとうございました。